神尾慎一郎の片組ラジオチューブ。皆さんこんばんは、片組おこと神尾慎一郎です。この番組はニコニコチャンネル三択プラス内で毎月配信中、神尾慎一郎片組ラジオの YouTube 版としてスタートすることになりました。どんな内容にしていくかと言いますと、ズバリ片組ラジオ本編のアフタートークです。本編では毎回ゲストをお迎えして、さまざまなトークや掛け合いで遊んだりなどしてるんですけどもね、ゲストをお見送りした後ね、そのトークをアシスタントと一緒に振り返っていくっていう番組趣旨なんでございますよ。だから本編と合わせて聞いていただけると嬉しいなというわけで、まずはアシスタントご紹介いたします。自己紹介どうぞ。はい、皆様はじめまして、隔月アシスタントの浦和樹です。ありがとうございます。隔月アシスタントが言いにくいよね。隔月アシスタント言いづらいですね。本編でも言おうと思ったんだよね、はい、本編のド頭の隔月って言うと、お、なんだ言えてんのかみたいな。じゃあ痛いところ使わないでください、本当に。ちょっとよね、ぜひ聞き直したいなと思ってます、ね。僕も聞き直します。はい、改めて浦和樹さんです。はい、よろしくお願いします。またトークしていきましょうや。うね、まあ、今回平川大輔さん、はい、いかがでしたか。もう、まあ、やっぱりその自分が声優を目指す上でというか、うん、声優をやってる上で、まあ、名前はもう当然知ってるし、高校も、ね、知ってますけれども、うん、その実際にお会いして実際に生の音を聞くのが今回初めてだったので、うんうん、もうその存在感に最初からもうやられっぱなしでしたね。生音っていいですよね、やっぱ本当にすごく耳心地がいいですし、うん、あとはね、今回やっぱほら原稿を生読みってのもあったわけじゃない。ね、あれを見た時にやっぱり僕もそうなのよ、はい、今までもやった時に必ずどうやってチェックしてんのかなみたいな、そうなんだ、すげー覗くんだけど、本当に良くないあれ。いやいや本当になんか自分のチェックと、まあ、もちろ ん, なんかやっぱある程度の定型的なやり方はあると思うんですけども、うん、そこからさらに例えばどこで区切るつもりで、うん、その台本チェックしてるとか、ブレスの位置であったりとか、なんかそういうのもめちゃくちゃ、あ、その発想なんだっていうのが盗めるっていうのがすごい楽しかった、ね、貴重な機会よね。貴重な機会でした。だからもうちょっとあれだよね、その、はい、平川さんのなぜ声優を目指したかから始まって、はい、まあ、あのじゃあこれで、オーランドブルームとかどんどん仕事入ってきましたぐらいの、はい、ちょっと生い立ちからそこら辺までしかまだ聞けてないから、はい、そうですよね。どっちかというともうちょっと聞きたいよね。そうなんですよね、うん、だからどっちかっていうとそのなんだろう、その今バリバリやってる時の、そうそうそう、そうです、そうですね。だからご本人がおっしゃってた、あんまりその台本読むのが早くない、はい、多分しっかり書き込んだりとか、うん、意味を含めて読むっておっしゃってたんで、はい、え、今の忙しさでそれやってどうこなしてるんだろうっていうところは次突っ込みたいですよね。そうですね、時間の使い方というか読み方、なんか僕も全然わからないので、今本当にわからないの、わからない、いやでもわからないって言っちゃダメですね。わからない、ダメですけど、わかるんでしょ。でもいや何丸パクリすんの。わかるんでも丸パクリいいじゃないですか、一度丸パクリして。丸パクリはいいんだよ、丸パクリはいいんだけど、丸パクリをそのまま出すんじゃなくて自分の中に落とし込むっていう作業が ね、はい、大事だから。大事ですもんね、本当に。よかったなと思いますし、いや聞きたいですね。あれがよかったよね、ほら言ってなかった、浦君もちょろっとほら、はい、平川さんの発言でさ、学びに来たっていうのが、いや、どう思う、芸歴23、4とか、はい、もう芸歴とか関係なくこの場に学びに来ましたって。いや僕が、うん、平川さんだったら、ね、仮に言えないと思うんですよね、正直。こんな若造にねってなっちゃうと思うんですけども、ね、それでもこの学びの姿勢を忘れずにいらっしゃって、そしてまあ、楽しみながら、はい、まあ、そういう風に僕には見えたので楽しんでくれたと思うんですけども、はい、楽しみながらそうやってくれたっていうのは本当に素敵な先輩ですよね。いや本当ですよね、掛け合いとかすごかったじゃん。いや本当になんかニュアンスどれだけ乗せんのみたいな。どうだったの自分で、はい、C として入ってきたじゃん。ちょその話しますか、はい、うん、いやしわよ、そういうもんじゃん。アフタートークってそういうもんじゃん。アフタートークですからね、うん、はい、なんかやった後にこれもう一回やらんのかいみたいな思った。めちゃくちゃ思いましたね。やっぱりそのファーストテイクだからね。ファーストテイクなので、そのいわゆる僕が入っ
った最初の C の頭の入りのテンション感と、うん、てんれーってやつ、うん、そうてんれーっていうところですね、うん、っていうところと結局受けの僕でしょ、そう受けの神尾さん、うん、ごめんね俺がいやらしいから、いやあれでいやいや割と言ったトーンに合わせて受けることもできたんだけど、はい、意地悪だからいやいやいや俺もっと焦ってやろうみたいな本当にだからこそあいやこれじゃないって、いや違うね、多分それはね本来だったら僕は浦君を聞いてちゃんと出るべきなんだけど、はい、ああなるほど、あでも逆に僕はそこでそのなんだろう、そのシーンはあこれだなっていうのを気づかされたというか、でもそれをやった瞬間に僕は平川さんみたいな素敵な先輩じゃなくただのいやらしい先輩だと思いましたもん自分でやってて性格やっぱ悪いな俺はみたいな、いや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 でも僕は本当にそれに引っ張ってもらったなっていうところあるので、うん、なんかやはりそのよく言うじゃないですか、やっぱ現場で掛け合いで先輩たちの背中見て学ぶっていうのをなんか実際に肌で感じましたね、あれは。いや僕も本当にやっぱ平川さんとの掛け合いで、ああそうだよね、だから投げようといい球を投げたいと思っても、うん、やっぱりこうすごくこうきっちりなんだろうな、もううわ理想を超えられてくる芝居もやだみたいな、いや本当にやだじゃないんですけど嬉しいんですけど、ね、だから嬉しいんですけどね、でもなんか気持ち的にはやっぱその、そう、ね、自分うまく自分でこう返せない自分の、はい、技術のなさだったりとかそういうとこがあったよなって思いますしね、めちゃくちゃもう悔しくて絶対今回のめっちゃ書いてるじゃんいっぱいめっちゃ書きました、何書いたのめっちゃ書いたんですよね、結構その例えば何でしょう、まあ、その神尾さん の波形の話であったりとか、うん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 、あとその読み方のパズルのねあの話とかしてくださったところを、はい、全部書いたりとか、あと原稿の方には、ね、それ結構その平川さんの読み方がすごいそのいろんなテイストというかニュアンス、ここだけにこのニュアンスを乗せることでその後のセリフが生きてくるみたいなね、うん、なんかすごくたくさんあったので、すごいあった、だから本人がもちろんそれを意識してやってるんだとした時に、うん、その発想をファーストテイクでちゃんと出せるかっていうところですよね、僕ら。そうですね、本当にそれは思いました。それを音響監督さんに言われて初めて、あやりますだったら多分ダメなんだなっていう、いやそうですね、ね思いましたね、自分から出せるようにっていうのが本当、そこをちょっといろいろチェックさせて、いやでも今日やってきてさどうですか、はい、はい、初回やってきて私たちは隔月、はい、うまくいきそうですか僕らは。いやうまくいってほしいですけどいや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 。いやでもそうですね、今回緊張してちょっと全然うまく喋れなかったな、ほら海の声さんと一緒にやった芸人とか大丈夫だった、後で聞いて恥ずかしい思いしない大丈夫、あれいやちょっともう誰にも聞いてほしくないなって思いがめっちゃ聞くけど、やめて、あでもね、そうですね、そうめっちゃ聞くけど、僕も聞きますこれは、やっぱりそうですね、ちょっとそのアーカイブで残るから、アーカイブで残っちゃいますからね、そう緊張でのやっぱりその何でしょう、コンディションっていうか、うん、そういった変わりとかもすごい自分で感じましたね、はい、そういうのがね僕らにとってはやっぱいいプレッシャーとなって、はい、毎月、僕は毎月だし、うん、浦君は隔月だけども、はい、なんかいいバディとしてねやっていきましょうや、そうです、ぜひよろしくお願いいたします、うん、本当に、はい、はい、さてですね、うん、本編ではグッドボイスグッドスリープ選手権 GVGS ね、はい、うん、やってますけども、うん、毎回ゲストの方と神尾さんが用意された台本を読み勝敗をつけるという内容なんですが、はい、ここではなんと、うん、僕も神尾さんの胸を借りてなことないです、僕はそんないやいやいやそんなもんじゃないんです、何をおっしゃいますか、本当にやめてください、本当にやめてください、本当、まあ、お願いします、いや、まあ今回ほら特に、まあ、平川さんがゲストに来た回のすぐ後に撮ってますから、はい、こう平川さんのいい言葉、あこうやってやるな、はい、こういうチェックいろいろ肌も入ってますよね、はい、それをちょっとね意識していこうと思うんですけども、そうですね、どういうとこ意識ます今回は。あそうですね、特に僕の、うん、僕の中に一番刺さったというか気になってるのがパズルっていう言葉が、ね、特に刺さって、そのやはり文章を読む上で結構なんかさらっとそのなんか意味もなくと読んでしまっているというか、意味もなく解釈してしまっているところがあるなと思ったので、そうね、やっぱどの言葉がどこにつながって、だからここに就職が終わって、あだからこれ副詞だとかいうね、はい、そうですね、そういう部分って大事ですよね、やっぱね、そういうところをしっかりちょっと今回意識しつつ読み合わせたいなって、うん、ましょう、はい、思っております。今回読むのは何、今回読むのがですね、うん、登場人物2人おりまして、うん、あこれあれでしょう、本編過去に使ったものなんだよね、あそうですね、本編に、はい、あの時に使わせていただいたもの、どっちやりたいですか、あ A が取材をしたい記者、はい、ホテルに泊まってる取材対象を追っかけてる人、はい、B がホテルマンフロント係のチーフということで、どちらも30代の男性です、同じ30代ということで、
僕30代とかやんないでしょ。やらないですね、本当に。だからなんかすごい老けっていうのだったら逆にできるかもしれないけど、アニメ的なのだったらね。そうですね、30代の老けって一番できたらめちゃめちゃいいよね。リアルなところですよね、うん、そこにも今回挑戦させていただくということで、まず僕じゃあ A やらせていただいても大丈夫ですか。いいですよ、じゃあ僕がホテルマンね、はい、ホテルマンで、はい、はい、じゃあやっていきましょうか。それでは、スタート。すいません、ちょっと伺いたいことがあるのですが。いらっしゃいませ、シェーンホテルへようこそ。すいません、今日明日の宿泊でミスターアルフレッドはいらっしゃいますか。ここで宿泊と伺っていたのでご連絡が取れると嬉しいのですが。ミスターアルフレッド、少々お待ちください。お客様はアルフレッド様とどういったご関係の方ですか。あ、関係、はい、お客様の個人情報を外に漏らすことはできませんので、お二人のご関係性をお伺いできますと当ホテルとしても大変助かります。ああ、友人であり、そうそう、ビジネスパートナーかな。ご友人なのにお部屋の番号すら知らない。あ、いや、急な連絡があって急いで連絡が取れればとメールが届いたので。そうですか、ではお客様のお名前をお伺いしても。あ、名前ですか。その僕はマイケルです。マイケル様、残念ですがアルフレッド様へのお取り次ぎはできかねます。え、どうしてです、何か問題ありました。申し訳ございません、ご理解ください。お客様の個人情報を守るという観点からお部屋番号をお教えしたり内線でお呼びすることはいたしかねます。なるほど、失礼いたしました。それではこちらで何とか連絡を取ってみます。そのようにお願いいたします。なんとか騒がれず済んでよかった。少なくともこのホテルに宿泊してる裏は取れたからよしとしよう。はい、さあこのまますぐ、はい、すぐ入れ替えてやってみましょうか。そうですね、その方が面白いかもしれないですね。はい、じゃあ入れ替えましょう。入れ替えましょう。よーい、スタート、はい、すいません、ちょっと伺いたいことがあるんですけども。いらっしゃいませ、シェーンホテルへようこそ。すいません、今日明日の宿泊でミスターアルフレッドはいらっしゃいますか。ここで宿泊と伺っていたのでご連絡が取れると嬉しいんですが。ミスターアルフレッド、少々お待ちください。お客様はアルフレッド様とどういったご関係の方ですか。え、関係、はい、お客様の個人情報を外に漏らすことはできませんので、お二人のご関係性をお伺いできますと当ホテルとしても大変助かります。ああ、友人であり、ビジネスパートナーかな。ご友人なのにお部屋の番号すら知らない。いや、急な連絡があって急いで連絡が取れればとメールが届いたんで。そうですか、あ、ではお客様のお名前をお伺いしても。え、名前ですか。その僕はマイケルです。マイケル様、残念ですがアルフレッド様へのお取り次ぎはできかねます。え、どうしてです、何か問題ありましたか。申し訳ございません、ご理解ください。お客様の個人情報を守るという観点からお部屋番号をお教えしたり内線でお呼びすることはいたしかねます。なるほど、失礼いたしました。それではこちらで何とか連絡取ってみます。そのようにお願いいたします。なんとか騒がれず済んでよかった。少なくともこのホテルに宿泊している裏は取れたからよしとしよう。やってみてどうですか。うわー、これへこむんだろうな後で聞いてって思いましたね。ちょっとなるほど。そうだから多分、はい、僕もなんですよ。だから、はい、これを完全に映画の吹き替えとしてやっているっていう風な共通認識が合うとまた違ったものになるだろうし、はい、アニメとしてもできるじゃないですか、はい、そうですよね。だからアニメとしてるとまた多分違うトライになるし、うん、僕両方ともあの吹き替えとして入ったんですよ、はいはい、だからあの浦君の受けるんだけど
言葉は受けるけども、あのお芝居のテイストは受けないというか、そうですね、そういう自分の作ったものでやってみたっていう風にしてみたんですけども、だから本来だから多分回しはどっちの回しとかって分かりました、はい、今のどっちが回してんだよみたいな。あ、そうですね、そうだから結局そのどっちかの言葉があって投げて、その回収を早くするかしないかでこう全部のテンポ感が変わる、役が片方に振られてるっていう、はい、だから多分後で僕も自分で聞いてみて確認しないといけないんですけども、尺のタイム違いましたよね、絶対1本目と2本目でっていうのとかってことですよね、きっと。いや、そうですよね。でパズルにする場合の決め方ですよね、どこをどうパズルにするかっていうところ。そうですよね、なんかこうやはりそのちょっと思ったのが、やはりその自分 の, その声の出し方というか、その声のトーンをさらにもっと理解 し,、うん、した上での芝居の組み立ても必要だと思いましたし、あと聞けてないなって思いました、あの神尾さんの芝居をそうだ、ね、やってて自分で思っちゃいました。これはなんかすごい、なんか正直役者としてなんか恥ずかしいこと言ってるのをちょっと自覚した上なんですけど、全然、ね、多分あれだよね、はい、あそこだよね、ここは食って出ようと思って出たとこがあったってことだよね、きっと構成上、はい、相手のセリフを聞き終わってじゃなくて、うん、ここは食って出る演出にしようみたいな、うん、はい、とかが本当にあったりとか、きっと僕もねそういうのやってると思うんで、でもなんかちゃんと聞くと お芝居、生きた芝居になって、うん、でそれがどん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 こうやっていくとブラッシュアップして、うん、食ってそれを早めに出さなきゃいけないっていうのが大変ですよね。そうですね、ちょっとわあ、でもこれすごい、これね、しかもね残るんですよ、赤い部分、超嫌でしょう、ま、超嫌ですけど、うん、まあでも神尾さんと掛け合いできたということを考えれば、いやいや僕もだからね残るからね困るんですよ、僕も、あ、ここ全然ダメなんだなって自分で思う、いっぱい反省があるんで。あ、本当ですか。いや反省めちゃめちゃありますよ、もう全然。だからなんだったらね、もうね本当は次行かないといけないんだけど、なんだったら僕あれだもんね、はいはい、もうちょっとそのウラ君のホテルマンを予想して癖強い出記者にしても方が味付きついたかなとか。そうですよね、なんかその テイストを感じ取る力というか、その僕なんですけど、僕の話なんですけどがすごい、あ、ちょっと足りてなかったなっていうのをすごい自分でも感じましたし、だから結局その、あのよくね、あの白熊さんとかいらっしゃった時に白熊さんが話してた言葉もありましたけども、はい、やっぱり、どの程度の細かいところまでディティールを想像していってるかみたいなのもおっしゃってたので、僕もちょっと作り込み甘いなと思いながら、もう一回やっていいの？もう一回、どっちやりたい？だー、どっちやりたい？だったら僕は A をやりたいです。だよね、そうなるよね、はい、A をやりたいですね。そっちだよね、そっちですね。俺は芝居変えないからね、さっきとA は、あ、B は、はい、B はそうですね、頭の B でいくからね、はい。それかもうちょっとでもどうだろうな、うん、変えないと思います。わかりました。では3度目です。さあ、いろいろとこねくり回して変わるんでしょうか、はい、用意スタート。すいません、ちょっと伺いたいことがあるのですが。いらっしゃいませ、シェーンホテルへようこそ。すいません、今日明日の宿泊でミスターアルフレッドはいらっしゃいますか。あ、ここで宿泊で伺ってたのでご連絡が取れると嬉しいのですが。ミスターアルフレッド、少々お待ちください。お客様はアルフレッド様とどういったご関係の方ですか。え、関係、はい、お客様の個人情報を外に漏らすことはできませんので、お二人のご関係性をお伺いできますと当ホテルとしても大変助かります。ああ、友人であり、そうビジネスパートナーから。ご友人なのにお部屋の番号すら知らない。あ、いや、急な連絡があって、あ、急いで連絡が取れればとメールが届いたので。そうですか、ではお客様のお名前をお伺いしても。え、名前ですか。その僕はマイケルです。マイケル様、残念ですがアルフレッド様へのお取り次ぎはできかねます。え、どうしてです。
何か問題ありましたか？申し訳ございません。ご理解ください。お客様の個人情報を守るという観点からお部屋番号をお教えしたり内線でお呼びすることはいたしかねます。なるほど、失礼いたしました。それではこちらで何とか連絡を取ってみます。そのようにお願いいたします。なんとか騒がれずに済んでよかった。少なくともこのホテルに宿泊してる裏は取れたからよしとしよう。いかがですか？ちょっと普通に引退の2文字が自分の中に浮かぶぐらいにはもう何でしょうね、悔しいです。悔しい、そう、悔しいです。悔しいが大事だと思います。悔しいですね。悔しいというか、でもその前回の、はい、その一つ前のと比べたら、はい、もうまず丁寧になったじゃないですか。そうです。ありがとうございます。丁寧になって聞いてるっていう、はい、一つ一つクリアしていくっていう部分ではいいと思うんですよね、はい、僕はだから、なんだろう、僕がね、なんかここで浦君に言うっていうのも変な感じなんだよね。いやいや、でも言ってほしいです。僕は言わないけど。言わないですか？言わないですか？言わないよ。だってここアフタートークだから。僕がなんか、はい、そんなね、指導する立場じゃないんだよ、僕は。いやいやいや、そんなことない。なことないんですよ。ただ言えるのは、でもあれかも、少し30代っていうところで、はい、自分の中の30代の声の出し方っていうのが定まってないのもあるけど、はい、あの少し無理した音に聞こえるのかも。あ、無理して老けてる音なのかなって聞こえちゃうかも、その少しこう締めてるのが、はい、でそれに伴って口の、口径とかがだらしなくしようと思ってやってるんだけど、それがだらしなく聞こえてしまってる音。なるほど、はい、だから意図的なものと、それが、うん、もしかしたらこの人だらしないのかなってともすれば思われかねないっていうところのバランスとかはあれかなって思いましたけど、はい、確かにそうですね。こうなんか言葉として、うん、はい、そんなわけで、はい、こういうのをアフタートークでやっていくそうですよ。うわー、アーカイブでいつでも聞けますからね。うわー、聞かないでほしい。しんどいね、これは。これ僕たちだけが聞けるように公開しません。そういうのじゃないんですよ。そういうのじゃないんですよ。もう言っちゃったから。限定公開ないですか、はい、というわけで今日は平川さんが来てくれましたけども、金言をね、はいはい、決めようと思います。あ、何が良かった、やっぱあれか、あれですね。言って。はい、学びに来たから。それです。平川大輔さんの金言は、はい、学びに来たからです、ね、その心をいつまでも忘れず、僕らもしっかりと日々精進していこうと思いますんで、はい、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、はい、締めのお願いします。はい、ということで、この番組を聞いて本編も聞きたいと思った方はですね、概要欄に記載されている URL からぜひニコニコチャンネル3択プラスに飛んでみてくださいね。次回はどんなゲストのアフタートークをお届けできるのでしょうか。お楽しみに、はい、こちらの番組のチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。バイバーイ。